こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はインボイス制度のこの2つの制度がですねごっちゃになりがち、コメント欄からでも勘違いしてる人がいましたので動画で解説していきたいと思います。 80% 控除の話と2割特例の計算の話、この2つ勘違いしやすいですので動画の方でしっかりと解説をしていきたいと思います。私はオンラインサロンの運営といろいろと書く SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄からリンク飛べるようになっておりますのでぜひ一度チェックの方お願いします。それでは早速本日の動画内容、 80% 控除と2割特例の計算方法、この2つは一体どのように違うのか、どうして間違いやすいのかについて動画で解説していきます。それでは早速いってみましょう。それでは本日の動画、インボイス制度、なぜか混乱しやすい 80% 控除と2割特例について解説をしていきます。これどうしてこの2つが混合されやすいかと言いますと、この 80% 控除の残りって言いますと 20%、 要は2割ですよね。そしてこちらの2割特例という経過措置が出てるんですけど、こちらも2割ということで、同じ2割と2割同じ数字のため皆さん勘違いしてですね、一体どっちの話をしているのかわからなくなるということが原因要因となっております。順番にスライドで解説をしていきます。本日の内容です。10月からインボイス制度がいよいよスタートして、学べば学ぶほど混乱している人も続出しております。今回の動画ではですね、 80% 控除と2割特例の違いについてしっかりと解説をします。まず1つ目、 80% 控除から説明をします。次に2割特例とはどういった制度なのかについて解説をします。そして最後まとめ、本日このような流れでいきますので動画ぜひ最後までご覧になってください。はい、では混乱しやすいポイントということで 80% 控除と2割特例について解説していきます。先ほど言ったように、この同じ2割というようなね数字を頭にインプットしてしまうがために、これ同じ制度なんじゃないかと勘違いしやすい要因となってますので、しっかりと区別して抑えるようにしましょう。まず 80% 控除の解説からいきます。こちらはですね、仕入税額控除の経過措置についてが 80% 控除になります。もう少し詳しく解説をするとですね、令和5年の10月の1日からインボイス制度が始まりましたと。そしてこちら、令和8年の10月1日までの3年間はですね、 80% 控除が可能ですよということです。これは免税事業者からの課税仕入れについてもですね、免税事業者のままでインボイス登録してない、インボイス番号がない取引先からも仕入れや経費の支払いが発生した時には 80% 控除しますよ、控除できますよというものがこの 80% 控除と言われる措置です。残り3年間も経過措置があります。残り3年間は11年の10月1日までですので、その間の3年間はですね、 50% 控除が可能ですよというルールとなっております。つまりインボイスじゃなくても、例えばね、請求書や領収書にインボイスの要件が抜けている、また記載すべきものが抜けている、こういったインボイスでも、また免税事業者のままでいる取引先、インボイス番号がないというような免税事業者との取引についてもですね、そういった仕入れ経費の支払いについてはですね、100% はさすがに無理なんですけど、3年間は 80% 控除可能ですよということになります。なので残りの負担が 20%、 要は2割負担ということになります。では次のスライドで、仕入れ税額控除とはどういったものなのか、また 80% 控除できるとどれぐらいの負担になるのかについて実例を交えて解説をしていきます。はい、こちらが仕入れ税額控除について簡単にね説明するように作った表になります。こちら仕入れ税額控除はどういったことかと言いますと、事業者が真ん中にいます。ここがですね、皆さんね、ご自分の会社やビジネス経営をしているお店だと思ってください。取引先がいます。売上3000円のものを何か売ってですね、消費税が300円、3300円の売上が立ったというふうに仮定をします。そしてこの3300円の売上を得るためにはですね、皆さんいろんなね取引業者さん、取引している方がいらっしゃって、仕入れをしたり、また経費を支払ったりしているっていうことが現状ビジネスとして起こり得ていると思います。では逆にこちら、仕入れをした時の値段が1000円で仕入れをしたとします。そうすると消費税は100円になります。1100円を取引先、仕入れ先に払うってことですね。そこでこの仕入れ税額控除ができるできないというのはどういったことを言うのかと言いますと、消費税の申告をする時の計算方法が関係してきます。こちらの四角のね枠の中見ていただければと思うんですけど、売上
上げの時に受け取った消費税300円から実際に自分が仕入れ先に対して支払った100円、300円から100円を引いて消費税というのは計算をします。ですのでこの場合、まあ、1年間にねこの取引だけしかないっていうようなこんなシンプルなビジネスされてる方世の中ではいらっしゃいませんが、分かりやすくするためにシンプルな取引にしております。この場合納付すべき消費税額はですね、300円から100円を引いた200円を消費税として納めるという計算方法があります。これが消費税の計算の一般原則、また一般課税というふうに呼ばれている消費税の計算方法となります。この場合ですね、300円から100円を引いていた、引けていたんですけど、ここの100円を引けるかどうかが仕入れ税額控除というふうにイメージしてください。ではもし免税事業所から仕入れをした場合、インボイス番号がないですので、要はインボイスの要件をクリアした請求書領収書を出すことができませんので、この100円を仕入れ税額控除できない、要は差し引きできないよってことになります。その場合、じゃあ消費税の負担額がいくらになるかと言いますと、本来でしたら200円になるべきところ、ここの100円を引くことができませんので、支払いの消費税は300円を負担するということになるわけです。ですので仕入れ税額控除ができた時には消費税額の負担が200円、それができなかった、まあ、免税事業者から仕入れた場合には消費税額が300円ということで、ここで差額がですね100円負担が多くなってしまうということになります。これ皆さん300円と200円の差だからそんな大したことないんじゃないかと思いがちなんですけど、一旦ここでゼロを増やして考えてみてください。ここが300円を30万円として、こちら支払った金額を10万円と仮定します。そうすると30万円から10万円を引いた20万円を消費税として納付するっていうのが仕入れ税額控除ができた場合の納税額になります。それがですね仕入れ税額控除ができなかった場合には負担が30万円となります。300円で考えていた時とですね30万円で考えてきた時、ちょっとスケール感が変わったんではないでしょうか。ここの消費税額が10万円変わってくると思うとですね、なかなか大きな差額となってくるということがイメージできたと思います。以上のように今が仕入れ税額控除のざっくりとしたね解説になります。ではこの 80% 控除可能というのがどういうことかと言いますと、免税事業者から仕入れをしたとしてもですね、先ほど言った経過措置で3年間は 80% 控除できますよというルールが出ております。ですので 80% は控除が可能なので、この場合で言いますとこの100円部分の 80% となるので、80円は仕入れ税額控除ができるよというルールになります。ですので消費税の負担額はですね、まあ、本来だったら200円、全く仕入れ税額控除ができなかったら300円なんですけど、3年間は 80% 控除が可能なので負担額が220円ということになるわけです。ここまで大丈夫でしょうか。以上が仕入れ税額控除、要は 80% 控除できるっていうのは一体どういうことなのかについて解説をしました。では次に2割特例というのはどういったルールなのか、次のスライドで解説をします。はい、2割特例について解説をしていきます。この2割特例というのはですね、消費税の計算方法になります。先ほどの 80% 控除は控除額を 80% ね控除できますよという内容だったんですけど、この2割特例というのはですね、最終的な消費税を計算する方法の一つの選択肢ということになります。こちらのね表が分かりやすいので持ってきております。そもそも消費税の計算方法というのは今まで2種類あったんですね。一般課税と呼ばれるものと簡易課税、この2種類でした。インボイス制度が導入するにあたって新しくできたのがこちらの黄色の枠の部分、2割特例という計算方法になります。この2割特例を使って消費税を計算した方がですね、消費税額の支払い税額が安くなる方が多いということで、インボイス制度が始まっていきなり消費税の申告が始まり消費税額を負担するっていうのは大変だよねということで、新しく出た計算方式が2割特例となっています。この2割特例を使える方、注意点がありますのでしっかりここを押さえてください。売上高が1000万以下の方しか使えません。要は売上高が1000万円を超えていて、こちらの課税事業者として計算する方はですね、この2割特例は使えません。ですのでインボイス制度を登録することによって免税事業者だったはずが課税事業者に変更した方が使える計算方法となっております。ですので売上高を1000万超えてしまうとですね、2割特例使えなくなりますので、ここしっかりと注意点として解説しておきますので押さえておいてください。ではこの2割特例はいつまで使えるのか、適用期間について次のスライドで解説します。
はい、2割特例の適用期間になります。令和5年の10月の1日から令和8年の9月30日までというふうに、2割特例がかかる期間というのは今のところここまでですよと、令和8年の9月30日までですよということでルールで決められております。免税事業者である場合はですね、マックス最大4回2割特例を適用することができます。こちら先ほどから言っているように、売上高1000万超えて免税事業者ではなくなり課税事業者になった場合にはですね、4回マックスで使えるってことはできませんのでご注意ください。ずっと免税事業者でインボイス制度に登録して課税事業者になった場合にはですね、2割特例という計算方法で計算することができますよっていうものになります。こちら表をね、置いておきますので、こちらの表でイメージしていただけるとより分かりやすいんではないでしょうか。では2割特例を使って計算したら消費税額は一体どのくらいになるのか、次のスライドで説明をします。はい、こちら2割特例の納税額を計算するため、概算するために使える表になります。こちら国税庁の方から公表されているものになります。概要欄に URL 貼っておきますので、興味ある方ぜひ見ていくと参考になるんじゃないかなと思います。2割特例による計算した場合の納税額、概算になるんですけど、こちらで大体2割特例使うとどれくらいになるのかっていう計算ができますよっていうものになります。こちら一番最初にあなたの売上収入を入れます。要は1年間になりますので、自営業フリーランスの方はですね、1月の1日から12月31日が1年1期としてカウントされます。令和5年の消費税の申告はですね、10月の1日からインボイスがスタートしましたので、ここの売上収入はインボイス制度を登録したことによって消費税の申告をしないといけなくなったという方はですね、10、11、12、3ヶ月分の売上に対して消費税がかかりますので、ここをね、入れるときに間違えないようにしてください。1年分を入れてしまうとですね、自分が損をします。インボイス制度は10月の1日からスタートしておりますので、初めてこのインボイス制度登録して消費税の申告をするって方は10、11、12の3ヶ月分の売上を合計してこちらに入れます。そしてこちらですね、110分の10ということで、こう計算をしてかける2割をする、ここが2割特例と言われるゆえんになります。そうすると納税額がだいたい出ます。売上の約 1.8% 相当分というふうに記載してあるので、まあ概算をね、このように出す方法がありますよというお知らせです。もしインボイス制度登録して今年2割特例を使うつもりなんだけども、消費税額いくらになりそうなのかなっていう気になる方は、こちらのね、方に入れていただいて計算してみるのも一つかと思います。概算がだいたい出るとですね、納税の資金繰りも事前に分かると楽になりますので、ぜひうまく利用していただければと思います。はい、2割特例の計算方法、少し復習になります。消費税の計算方法なんですけど、まず自分の売上金額を集計しましょう。今年令和5年は先ほど言ったように10、11、12の3ヶ月分というふうになる方が全員ではないんですけど多いかと思いますので、そこ間違えないようにしてください。もともともう課税事業者で消費税してるって方はですね、インボイスが10月からスタートしたから10、11、12の3ヶ月分でいいかというと、そういうわけではありません。そういった方は最初の1月の1日からもちろん12月31日までの売上高、1年分の売上高を集計してください。そして2つ目、計算する。この1、2ステップで消費税の計算ができるというのが2割特例のメリットでもあります。先ほどね、概算の出し方紹介したんですけど、もう少し簡単にね、パッと分かる方法ありますので、こちらの方引き続き解説したいと思います。まあ、売上金額をまず集計したら2割計算をすればいいということになります。例えば売上が700万円でしたと。そしたら売上税額の 10% 分が消費税ですので、こちらもしね、この中にですね、売上高に軽減税率 8% がある方はですね、もちろん分けて計算しなければいけないんですけど、今回分かりやすくするために全部すべて 10% での売上だと仮定をします。その場合、売上税額 10% に対して70万円が消費税となりますので、消費税額は、まあ、2割計算をするとですね、70万かける2割ということで14万円を支払うというような計算ルール、概算というふうになります。そしてこちらの2割特例はですね、 e-tax にですね、こういう消費税の申告できるものありますので、そういったものをうまく利用してなるべく効率よく負担がかからないように消費税の申告をするというのが賢いやり方じゃないかなというふうに思います。また確定申告シーズンになりましたらね、そういった動画出したいと予定しておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、というわけでインボイス関連の動画、私 YouTube に今たくさん上げております。おすすめ動画、こういったものありますので、ぜひ予習復習にうまくお使いください。動画を見るのは無料でございます。
はい、というわけで本日のまとめです。 80% 控除とこの2割特例の計算方法、同じ2割ということで皆さん混乱しやすかったりですね、こっちの話をしてるんじゃないの、こっちの話でしょということで話が食い違ったりする方も出ているようです。本日の動画でしっかりと押さえましょう。 80% 控除はですね、仕入れ税額控除ができるよというものになります。2割特例は先ほど紹介したように消費税の計算方法の一つのルール、一つの選択方法というふうになっておりますので、 80% 控除と2割特例しっかりと今回の動画で区別がついたかと思います。最後もう一度まとめますと、 80% 控除の方はですね、2割を負担する、仕入れ税額控除ができるのが 80% なので2割負担と、そして2割特例はですね、売上の2割で消費税額を計算するというものになりますので、しっかりと押さえておいてください。私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしておりまして、メリットが4つあります。まず1つ目、税理士に直接専門家にいつでも質問や相談をすることができます。私が来た質問に対して文章で答えるっていうスタイルですので、チャットみたいなねイメージをしていただければわかりやすいんではないでしょうか。2つ目、起業家コミュニティとして利用ができます。メンバー全員もちろんね、起業している方、経営者、またこれから起業しているっていう方がほとんどですので、情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目のメリット、平日私がビジネスに関する話や SNS の裏側を、記事を投稿しております。こちらの購読権利がついてきます。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。2ヶ月に1回定期開催をしておりまして、 Zoom 上で私に質問相談することができますし、またメンバー同士情報交換ができるということで好評です。 Zoom 会議の参加権利はオンラインサロンのみだけの特典となっております。こちら4つの特典ついておりますので、ぜひ入会の方お待ちしております。オンラインサロンについての詳細はですね、概要欄からリンク飛べるようにしてありますので、そちらからご確認ください。はい、というわけでビジネス書2冊出版しております。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、購入していただけると非常に嬉しいです。 YouTube の方ですけど、チャンネル登録まだの方いらっしゃいませんでしょうか。またいいねやコメント、感想をいただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またその他 SNS もしております。 Instagram、 TikTok、 ボイシーX、Twitter ですね。また違った情報を投げていってますので、ぜひ SNS のフォローもお待ちしております。はい、本日の動画はですね、2割特例と 80% ということで、同じ2割という数字が出てくるので、間違えている人がいるということで、しっかりと理解する動画を出しました。引き続き自営業フリーランス向けに役に立つ動画出しますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこれから確定申告シーズンへと突入していく時期になりました。また確定申告動画出す予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで本日の動画は以上になります。いつも最後まで見てくださっている方、本当にありがとうございます。個人事業専門税理士、神並でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。